今まで見た映画で一番好きな映画は敵かんといてこれ以上あの数々のインタビューで一番好きな映画はっていう聞かれることがあります。つい最近もありましたが、正直言います、ないですけど、まあ私も A マッソやって長いので、ちょっと A マッソというキャラを背負って生きていって、ちょっとインタビューで生きりたいという気持ちも残っております。なので今日は、私が一番好きな映画はって聞かれた時に答える答え作っちゃおうかなと思いますということで今日は、強力な助っ人に来ていただきました。おまけの夜から柿沼さんです。よろしくお願いします。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。柿沼さんは、ずっと、編集とか、ね、ゲラ日曜日からずっと、はい、の中ですけども、最近は割とも映画、いや、そうですね、すっかり映画レビュー YouTuber、はい、YouTuber 僕が YouTuber です。いやでもね、もうあんまり言ってないけどすっごい世話になってます怪物見た後も、うん、すぐにおまけの夜見て君たちはどう生きるか見ても、うん、すぐ柿沼さんのやつを言って、はい、まあ、他のいろんな人もやってはいるけど、うん、むちゃくちゃ分かりやすい。あ、嬉しい。めっちゃ分かりやすいし、はい、あの意味わからんこと言わへんいやそれはね、ああ、ああ気使ってると思うけど。はい、そうですね。どうもう何年ぐらい、おまけの夜というか映画に特化しだしてから、映画に特化しだしてから、まあでも本当に5年ぐらいですね、うん、あ、もう結構経つ。いや、そう、そんぐらい経つ。まあでも柿沼さんの強いところはさ、うん、映像のことにわかるっていうのはあるよね、うん、そうですね、それが一番、うん、一番、はい、強みというか、強み、周りから見ても、うん、そこが強み見られてると思いますね、うん、はい、いやすごかった。なんかこのコンテがとかあはぁ、なるほどなって加納さんはそんな顔して見るんですね。あ、もう一番多分柿沼さんの YouTube 見てる時、うん、もう顔一番アホやと思う、うん、本読んでる時とか、うん、映画見てる最中でさえ、うん、拾おうとしてるから、うん、もうちょっとこうなってると思うんだけども、ね、あれに関してはおっほーなるほどね。あー嬉しい。あー、フランケンの怪物ね、怪物ってなってるんですけども、ね、はい、私のこうもっぱらの今悩み、はい、わかります、この、うん、あるよね。あります、あります。柿沼さんですらあると思う、この一番好きな、ね、一番好きな映画はって聞いて、うん、何を測ろうとしてんねんっていう、これわかります、わかります。だから僕はもう、あ、それで言うともう決めちゃってるんですよ、僕も。あ、でしかも、うん、僕はあの、うん、自分のチャンネルでは、うん、もう5枚のロイヤルストレートフラッシュ、うん、もうこれはもう入れとけと。なるほど、はい、5本ね。そうで、それをもういつでも出せるようにしとけば、うん、まあ、それでもいいじゃんと、うん、だその質問は全部回避できる。ああ好きな映画はって言った時点で、うん、まあ5本あるんですけど、そういや、それはちょっと、うん、A マッソ加納がそれしたらうざいな、うん、確かにね、確かにめっちゃ映画好きな人って思われちゃうもん、ね、そうそこが違うからね、まず。ちなみにさ、竹山さんの5本は聞いていいの？あ、全然いいですよ。あ、でも1個知ってるかも。え、何？え、ゴジラ好きやん。あ、ゴジラ好きですね。違う？あ、好きです。入ってる？あ、でもね、初代じゃシン・ゴジラ入れてますね。あ、へぇシン・ゴジラ、風立ちぬ、うん、イージーライダー、うん、あとまあガンダムの逆襲のシャアっていう映画作品があるんですけど、うん、ガンダムと、うん、あとバトルロワイヤル。おー、男の子やでしょ。いや、そうなんですよ、超男でしょ。男のちょっとナードな、ね、感じがある。あー、いいね、はい、うん、でこれ言うとみんな、うん、なんかつかみようないじゃん、しかもちょっと、うん、つかみようない、そう、だから結構黙りますね。あー、はい、私好きな映画って聞かれた時に、まあ、あの村上と一緒に住んでて、うん、一緒によく見てたのはアラジン、うん、あ、そうそう、うん、でほんまこれはマジで好きで、うん、あのセリフを覚えるぐらいアラジンを何回も見てる、うん、けどそのアラジンって言った時のそのインタビュアーのそういうことじゃないんだよって感じが、わかる、わかる、わかる。でもそれもわかんない、うん、私の中でもちょっと逃げてる意識もあるの。あ、そうなんだ、うん、でも俺もゲラニチョビの撮影で、うん、あのほら会議室よくやってたじゃん、うん、あの時にそういえばあの好きな映画何って聞いたら、うん、その時 A マスを2人揃って、うん、アラジンやなって言ってて、うん、
嵐めっちゃおもろいよなって村上さんと二人でずっと言ってたから、で村上通るときはこれでいいね、一人でやってるラジオの方の加納さん、ね、そうそうそうとか、なんかこう文筆業でやっぱいろんな雑誌インタビューさし、はいはいはい、その時に、ね、なんか嵐って言ったら、はい、あーなんかそのスタンスですかみたいな、なるほどね、なるのよ、確かにそれ求めてるやつじゃないですよね、ないのよ、だからちょっと今日は柿沼さんにコーディネートをしてもらおうと思って、あでもその文筆家可能のそのだからこのちょうどいい飛距離の映画ですよね、どっちも併用したい AMS の時も併用したいっていう、なるほどね、うん、やっぱちびまる子ちゃんじゃないですか、え、それはさ違う、アラジンと一緒、一緒ちびまる子ちゃんの昔の映画で、うんうん、私の好きな歌みたいな、はい、あ、知ってるでしょ、もういっぱい見た、あ、あれ結構名作なんですよ、名作でしょ、うん、だから割とくろうと受けもする作品なんですよ、へえ。だけど、だからそこはちょっと向こうの素養にも寄っちゃうんですけどね、だからそのアラジンもさ、うん、名作じゃん、あんな名作やマジ名作、そう、でもなんかあ、そういうんじゃないんでって思われちゃうと、うん、まあ確かにちびまる子ちゃんも結構いい作品なんですけどね、そうだってアラジンさ、ふんで考えて多分M1 取った霜降りより、うん、多分ボケ数多いと思う、ふん単位で4分切り取っても一応ね、なんか全部探してもなかったけど、うん、なんか映画を見た映画をつけてた時期があるのよ、やってんじゃんそういうの、もう高校ぐらいから、はあはあはあ、普通につけてて、はい、これが2015ぐらいのやつやねんけど、うん、めっちゃ感想とかは私結構書けへんタイプやねんけど、はい、なんか詳細に書いてるなっていうのが、すげえちゃんと書いてる、ね、あ、これ、沈黙、あーサイレンス、サイレンス、よかったね、マーティン・スコセッシ、はい、で原作遠藤周作、あーいいですね、どっちも好き、はい、で、はい、めちゃくちゃ感想書いてるなっていう、わーすごい、感想というか、うん、詳細に、はい、だからめちゃくちゃテンション上がったんやろなっていうのはあるけど、うん、はい、ちょっと怖ないいや、ちょっと怖い、怖いよね、まあ、宗教の話でもあるし、うん、話全体もトーン暗いしね、暗いんですよ、で文筆家としては良さそうですけどね、いいけど、うん、まあ私が歴史が好きやから、うん、その文脈で言うといいと思う、うん、遠藤周作も好きやったから、うん、原作も面白いしね、そう、うん、そうなの、うん、原作読んで少し詩が、うん、そうそう、映画化するみたいなテンション上がって見た、映画化に至るまで28年、書いてるんだ調べてもいる、あすごい、そうとかはある、うん、けどちょっと怖い、ちょっとね、いや、うん、こういう時ってさ、暗かったらあかんのかな、で嘘って思われるね、ちょっと私はさ、うん、陽気者やん、いやそうだからちびまる子ちゃんとか、うん、アラジンは、うん、A マス、そうだね、横に村上さんいたら、うん、めっちゃぴったりくる気しますね、ああ、うん、なるほどね、うん、でもそれ私は、うん、これも今やから言うけど、うん、その A マスと村上のキャラを確立していこう気があって、うん、はい、好きな映画聞かれたら、うん、ベイブって言えて言って、あーなるほどね、言ってた時期があって、あでこれはもうさ、うん、ほんまか嘘か絶妙にわからんくない、いやわかんない、村上が、うんなんだよそれっていう作品でもないし、ないの、そう意外とね、うん、意外とちゃんといい作品でもあるしね、小豚がね、うん、旅に出るんでしたっけ、うん、そう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 、これ違う、違う、いやまあ邦画なんかな、どう思う、私マーベルとか見てなくて、いやわかりますよ、見てなさそうだし、見なくていいと思います、俺のイメージの加納さんは、あ俺が決めていい、あ一回ちょっと言ってみて、ちょっと調べながらやろう、そうね、うん、俺のイメージの加納さんは、うん、ソナチネとか言ってほしいかもね、ソナ、ビートたけし、ソナチネとかさ、いいの芸人言っていい、あ、そうかいや、うわ、いいね、加納さんと喋ってるって感じしますね、そうだよねそう、やっぱ芸人監督ですよね、そこも被っちゃうもんね、ソナチネね、確かにそうか、そうするとだから、うん、あれですよね、劇団ひとりさんともね、ちょっと立ち位置かぶってきちゃうしいずれその目論みがあってもそう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 、何かなっちゃうもん、ね、向こうの自分の創作へ向けてのインタビューになってくるよな、うん、うん、向こうもそういう文脈で読み取りたくなっちゃうもんね、あ、うん、あ、ちょっと何、そっかそっか、人形がそこまで、あ、あんまなんだ、まあ、キッズリターンとか、うん、そっちだよね、うん、とか言っててもいいなって気がしますけどね、あ、でも、はい、
あれは松田優作にハマった時期があって、うん、あれ何やったっけ、ブラックレインとかは見たけどね。でもなぁ、そっちじゃないか、どうなんやろな。え、ちなみにそのあれですか、聞かれた時は何て答えてたんですか。あ、そっか、それがアラジンか。アラジンとか、うん、あの答えないっていう、とんがってるそんなとんがりあるんだ一問一答じゃないからさ、うん、基本会話の紙面やん。ああはあはあはあ、なるほど、ね、そんな意外といけたりとか、はいはいはい、じゃ基本アラジンで来てたんだ今までは。そうね、行けるとこは行ってたっていうのはあるよね。え、本当にこれが好き、マジでアラジン以外で言われて思い浮かぶの何なんですか。いや好きかな、ほんまに、ま、言われて、うん、あ面白かったとか思うんだけど何にも覚えてないね私え、おばあちゃんってこと。そうそうそう、それで書き留めてんの。そう、忘れないようにあんまりこれは言ってないけど、はい、ドラえもんも無理やねん。あ、それさ昔その話めっちゃしたよね。あのアニメのドラえもん思んないよなっていう話じゃあ思んない。じゃあのび太が納得いかねえって話したよね。納得いかないんですよ、うん、ドラえもんが好き。やっぱクルーシンちゃんとかちびまる子ちゃんとか、うんうん、あ、そうでしょ。だからバカがいっぱい出てきてほしいのよ。はあ、はあ、うん、ボケてほしいんやろうな、やっぱり。ああ、うん、そうね。ウルフ・オブ・ストリートだっけ。ウルフ・オブ・ウォール・ストリートね。そう、ウォール・ストリート、あれは面白かったね。好きだよね。好き、めっちゃ好きやけどさ、ややこしくないか。いや、だいぶ〇〇られるそう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 、なんか一本だもんね。せえで、ウルフ・オブ・ウォール・ストリートですかねインタビューで。いやちょっとなんか匂わしてさ、うん、なるほどね、クリエイターとしてね、あそっちのねやべえやつやと思わせるやつ、うんうん、基人にね。そうそうそう、あの、あっちは、うん、あの中国映画だけど、うん、見てないかもしれないですけど、うん、あの初恋の来た道っていう作品があるんです、うん、ちょっとあのポスター見てもらうと、うん、あこっちねっていう気もすると思います。あー、オッケー、ちょっと待ってね、出すね、はい、これ？そう。え、何にも分かりやすい。どっち？爽やかじゃん。いや爽やかやけど。暗くないし。どういう話？どういう話だった？なんかね、でもちょっと、壮絶な話でもあるんですけど、なんかこの大自然とこの少女の感じが、うん、まあ、映画的な風景的にもすごく綺麗な、ね、はあはあはあ、映画で、うん、あのかつまあちょっとハードなストーリーでもあったりするんですけども、はあはあ、うん、これ上げてきたらなんかちょっとぽいなって気はします、ね。うん、あー、ぽい。うん。ちゃんいいもん。ここら辺はなんかこう向こうも攻めづらいんじゃないですか、多分そんなに見てるんじゃないかもしれない。そうそうそう、向こうが詳しいカモのを阻止できる、うん、そう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 あーみたいな、ぽいし、あーみたいな、うん、映画じゃなくなっちゃうんですけど、最近、うん、名探偵ポアロのドラマシリーズか、昔の絵画のやつ見てるんですけど、加納、うん、さんがポアロ好きって言われたら、うん、なんかめっちゃいいなって思いますけど。あれでしょ、親父が好きやったなあの親父、うん、あー好きそうだな。コロンボや、ごめんなさい。あー、コロンボね。あ、でもまあ同じようなこと。ケージコロンボ、アメリカだったらコロンボですよ。ケージコロンボ、うん、もうずっと見てた親父がコロンボもいいですよ。あれ、あれ、あれよね、原型よね、古畑の原型の先に犯人が分かって、うん、そうですのやつよね、統治法ってかな、うん、あー嫌やったけどな、ちっちゃい時。まあね、ちっちゃい時はね、なんかネチネチしてるんですよ。ネチネチしてるの、鬱陶しいのよ、うん、うわぁ恥ずかしい。いや、だからコロンボは男っぽいんですよ。男っぽい。それに対してポアロの方がちょっと上品なんですよ。はぁ、なるほど。そう、だからちょっとおしゃれなんです、ポアロの方が。うん、だそれも含めて、あの、加納さんっぽい絶妙な塩梅。なるほどね。めんどくさいんですよ、加納さんって。だから呼んでんの。ドラマシリーズでもいいですかっていう無罪、映画聞かれてさ、うん、まあそうね、ドラマシリーズ確かにね、うしない、うん、いや、まず答えろよってなるよね、うん、そうね、うん、ポアロ見ようかな。あ、はい、大学の時に、あの結局なんか分からんけど、その時見んくて、うん、アイコ好きそうって言われたやつがあって、はあ、あの2年上の先輩に、はい、あの色地図っていう、え、庵野監督の、庵野秀明、うん、
見た？え、見た。面白い。いや、あー、なるほどね。その先輩が言いたいことも分かる。分かるんですけど、僕はこっちじゃないと思う。あ、へー、うん。だってあなたあれですよね。ダサいとか、そういう、あんまりそっち悩める青年みたいなの、そんなハマんないでしょ。ハマんない、ハマんない。シリーズ、どっちかってそっち。三島は好きやで。でしょ、うん、あ、だからどっちかというと太宰っぽい方 の, あ、主人公なんで。じゃあ分かってもらえてないねんな先輩に先輩すごい。これ岩井俊二出演。そうです、主人公が岩井俊二。すごいよね。大竹しのぶ、うん、主題歌コッコぽいなぽいななんどこスタジオカジノ。あ、それあれです、ジブリの、うん、インディーズレーベルみたいなの、この作品のためだけに作った。へえ。で、それ以降出してないです、その。え、これすごい、制作鈴木敏夫やん。そうです。へえ、出るね、すごいねそうなんや、はい、なんで見てへんかったの。これなんかその時やっぱ、うん、ぽいって言われてけって思ったよな。でもこれそうね、ぽい、うん、なんか好きそうとか言われたやつさ、うん、ちょっと嫌じゃない。嫌ですね。なんかこの服好きそうとか言われたらさ、うん、なんか買う気なくさない。ああ、分かる分かる。着てたまるかって。着てたまる。それの思い出が私の中では色実で、うん、でいろんなそういうことがあった時も、はい、色実ねって思う。うん、でももうこびりついちゃってるんだ。そう。言われたことが。だから私の中でそのラベリングは色実やん。うん、その感情を、うん、好きそうとか言われたら、うん、まあ、色実ねって思う。嫌、うん、なやつね。そう。思ってる。あの、新シリーズはさ、やっぱゴジラがダントツの。ゴジラがダントツだと思います。何があったっけ。仮面ライダー、新エヴァ、エヴァね、はい、新エヴァ、うん、新ウルトラマン、うん、新仮面ライダー。もうエヴァが一番わかりません。ああ、じゃあ無理じゃん絶対。エヴァだもんこれ。大人になったシンジ君が主人公ぐらいの話ですよ。だからエヴァってほらもう太宰的な方向でなんで。なるほどね。シンジ君があれはマルコビッチの穴とかね言ってそうです。マルコビッチの穴。あ、そう、あ、知らないか。うん、マルコビッチの穴見てほしいわ、なんなら。アニメで一番好きなのがあって、はあ、あのベルヴィル・ランデブルっていう。ああ、うん、はいはい、あれはもう一番好きやねんけど。あれもだってジブリから出てますよね、日本だって。そうやねん。そう、そう、うん、あれもいいですね。あれいい。あれボケてますよね。バリボケてる。バリボケずっとボケてるよね、うん、しかも黙ってボケてるもんね、あれ、うん、これさ、うん、うわすごいポスター、うん、これいいんですけどね、見てほしいですけど、ね、これあれじゃない違う、あれの時にさ、あ、そう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 、ザ・ザ・ブリューのさ、そうそうそう、映像の時にさ、うん、これみたいにって言って作ったやつ。そう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 、うわー、ここで繋がんねや。へぇ、これはめっちゃ見てほしい。これめっちゃホラーっぽいけど、ホラーじゃなくてね、コメディーなんや。うん、コメディーだし、めちゃくちゃシュールで、うん、展開も結構変なんで、うん、かなり見応えありますね。あ、じゃあこれって言おうか。これはね、ぽいですよ、随分。随分ぽい。まあ、その、マルコビッチっていう俳優さんがいて、うんうん、ジョン・マルコビッチ、はい、うん、で、その人に何分間だけなれる部屋っていうのがあるんですよ、うん、ほう、意味わかんないじゃん、うんうん、で、それがエレベーターの、何階だったか忘れたんですけど、何階かと何階かの間にあるんですね。で、それさっきちょ中腰の写真出てましたけど、うん、そこにピーンって止まってこう中腰に入ってって、その部屋に行くと、うん、マルコビッチになれるんですよ。なれんねや、うん、っていうめっちゃ面白い。面白いね。で、しかもそれめっちゃ展開があって、うんうんうん、それだけでこの話終わんなくて、何そんな話になるんだみたいな。へぇ、ラストは結構俺はもう最高って気持ちになりました。へぇ、うん、これで行こうか見ていただいて今後、はい、マルコビッチのあのね、うんうん、好きですね。へえ、うん。あ、ユーネクストで見れる。はい。まあ、ちょっと掘られちゃうのが、うん、この監督がその後に撮ったハーっていう、うん、あの AI と、ああ、恋愛する映画。あったね。ありますね。その監督なんですね。はあ、はあ、で、それがまあ結構確かアカデミー賞かなんかノミネートが取ったかで、うん、あの、じゃあハーとかもお好きですかって聞かれちゃう。ああ、じゃあハーも見とかな。そう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 、ハーもちょっと見ておいて。確かに、じゃあ、うん、そのマルコビッチの穴って言った場合、うん、シミュレーションしよう。対策を。うわぁ、5本は見なあかんやん。なるほどね。いや、まあね、まあ、ハーと怪獣いるところとマルコビッチの穴でいいと思うんですけどね。うん、ここ押さえて。はい。なるほど。はい。これは見えてきましたね。よかった、よかった、ゴール見えなかったですもんね、はい、
OK です。じゃあとりあえず2年ぐらい言います。じゃあ、はい、あちょっと言ってみてもらってはいいや文字に残ってくれて嬉しいな、はい、まだ見てないんですけど私、これから好きな映画聞かれたら、マルコビッチの穴ですいやいいっすね、ありがとうございます、はい、ちょっと2年後また来てもらって、あ、ちょっとじゃあ僕も更新してはい、おまけの夜っていう面白レビューチャンネルやってますんで、はい、見てください、はい、よろしくお願いします。